こんにちは、ドクターネックスです。さあ、昨日ですね、アイゼンのピックアップを引きましたんで、残った弾を使って、この仮面の基礎曲、20連だけ。本当はね、20連もしたくないぐらいだけど、20連だけしていきたいと思います。そうなんだよね、出るんだよね。面を持っとるからバイザード言うねんぞ。食いちぎれ、ティグレストーク。なんかこの中旬ってね、とりあえず出ることが多いんだよね。もう10連でいいや。平和のためには消すもやむなし。はい、日和ゲット。まあ、こいつはレイドでね、めっちゃ使えるんで、いやこいつは助かった。ハッチはその能力的に今回の中では一番当たりかなとは思うんですけどね。やっぱそのお試しを使ってみてもやっぱりね、使いやすいんじゃないかなと思うんですね。お祭りじゃないんですよ。どうですか。お許しください。どうですか。途中結果、どんな力も触れなければ等しく平等、恐れるに足りる力なのです。どうでしょう。どんなどうでしょう。で、あとはリサ。私の番よ。うるさい。覚悟し。ここまで。本気で行かせてもらう。悪く思わんといてよ。うるさい。覚悟し。うるさい。早いね。本気で行かせてもらう。悪く思わんといてよ。で、ラスト日和。いや、ほんとこいつはレイド特化って感じですね。何ジロジロ見てんねや。長っ。で、ここさ、確か日和はヒットスタップないんだよね、強攻撃。そうね、うん、だからあの
長い設置もね、その強行ヒットスアップがあれば相当グルバト要因として輝いたんですけど、それもないんで、もう完全にレイド特化ですね。強攻撃ダメージアップとか全くいらないしね。まあ、バシバシ打っていけんじゃないかなと。で、必殺も防御低下能力不可なんで、とりあえず必殺ってバシバシ叩くっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあ、ハッチもリサも今後ね、闇鍋で来るから、まあ今後でいいんじゃないかなと。引きたくないよ。とりあえず1体だから勘弁してほしいな。いや、20連って言ったけど、開幕に20連って言ったけどさ、いやもう、よくない！ 1 個だったからよくない。いや、別に、まあ、ハッチは強いけど、別に俺、ここのキャリに、そんなに興味もあるわけではないから、今日は勘弁してください。アイゼンでね、アイゼンで気持ち頑張ってたんで、ちょっとね、今日は勘弁してください、これで。はい。ちゃんと引いたよっていうね。聞いて当てたよっていうことで、今回ここまでさせてください。はい。以上です。今回は以上。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。